私は宮城県南三陸町の丸千食品の三浦と申します。また今日は第8回目の復興市の会場からお話をさせていただいております。現在震災から8ヶ月経ちました。復興市も第8回目を迎えました。今回8回目40数店舗の皆さんの地元でこのブースを埋めることができるまでにみんな復活復興いたしました。本当にありがとうございました。全国世界からいろんな方々の温かい支援に支えられまして、ようやくここまで見つけることができました。復興市でもお店を張る前ぐらいまで自社で加工した商品等を提供できるようまでなりました。本当にありがとうございました。商店街がやっぱり元気になることが町の復興の一番のことではないかなと思って、私たちの元気さがですね、町民のみんなに伝われれば、本当にその町が元気になるんではないかなと思っておりますので、ね、今後ともみんなで力を合わせてですね、頑張っていければなと思っています。仮設の商店街が一、いよいよ立ち上がります。そういった意味で、今回、出店していた町内の皆さんもですね、きっとこう気が入ってたと思います。いい、最後の復興市になれたと思います。ありがとうございました。もう累計で言うともう3000名以上のボランティアが、日本中からユナイテッドアースのメンバーとして、参加してですね、この復興市のテントの設営から、運営から、ステージ舞台の、運営、そしてアーティストのブッキング、そして撤収まで、さまざまなことをこの8回すべてにおいて、やらせてきていただきました。やっぱり売上がもう毎回毎回人が増えてですね、売上がすごいです。で、全国の商店街の方々が売上上がったものに関してはどんどん寄付をしていただけるんですね。ですからその資金が相当な金額になりましたんで、第3フェーズとして今度我々がやろうとする1600坪の土地に数十店舗のコンテナを作ろうというコンテナ名店街が地元の方々主体でですね、我々もいろんなディレクションとかオーガナイズとかさまざまなことを一緒にやらせていただいてるんですけども、それが1月にできます。そういうことの資金にもそれが使われていきますので、ぜひ一度遊びに来てですね、ここの元気に復活してる復興してるということをですね、心で感じていただいて、ぜひお買い物のしに遊びに来てください。はい。